にちなんで八重洲菓子と呼ばれて、現在は八重洲として地名がの、え、1600年に日本にやってきた八重洲店は、これに触れてのか、徳川家康の外交顧問を務めました彼の住んでいた屋敷周辺が八重洲と呼ばれるようになり、そこから現在の八重洲という地名が生まれたと言われています。八重洲店さんが現在の八重洲の名前の由来ということで、いやー、散歩のスタートから思わぬ発見がありましたね。さらに八重洲周辺を散策してみることに。あー、やっぱりこう一本入ると雰囲気がガラッと、やっぱり皆さん出勤で OL さんとかね、サラリーマンの方多いですよね。これ何でしょう。花びらにメッセージをプリントします。花びらにメッセージ、プリ花、プリ花聞いたことあります？プリカだ、あっちか、ちょっとは本当に路地の裏道に入ってまいりましたよ。お花屋さんだ、ここのお花屋さんでいいのかな。おはようございます。あ、いらっしゃいませ。すいません、あのお外に、はい、なんかあのお花にプリント、はい、プリ花とか書いてるの、これでいいですか？はい、あのプリカって言うんですけども、うちでやっております。プリカです。プリカ、はい、お花の、あの花びらの表面に、あの印字する形になります。で、どこでやってるんですか？はい、一応プリントの機械がこちらにあるんですけども、ちょっとこれお花屋さんに機械がこんな表に出てると、これも不思議な光景ですよね。こちらのお店では生の花に専用のプリンターでメッセージを入れることができるんです。で、早速やってみることに。どんなメッセージがいいんでしょうね。女性陣から深澤さんにとか、I love you もいけないし、花を持ってるんです。本当どうしたの、お別れ会かなんか。今日はとってもとっても面白いお花を見つけてきたんですよ。ですからね、まず山口さんに花、これプレゼントです。よく見てください。これどうしようかな、ね、これなんていう花ですか？これはお花はカラーと言います。皆さんにお見せすっげー、ね、これ書いてある。はい、新居に引っ越しました。プリカと言ってね、うん、もう花にもう好きな文字を、書けるサービスが出来上がったんです。何でもいいんだ。そうです、プリカはパソコンに入力した文字を専用プリンターで花に印刷するもので、お値段は1本1050円。